皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや操作についてご紹介しています。今回のテーマは、今日の減算です。それでは早速始めましょう。今回やりたいことは、積算電力系の読みから、 電力使用量を算出したい。そうです。下の行から上の行を引き算したいんです。エクセルならセルに計算式を入力すれば簡単にできることですが、パワークエリーエディターには上下の行を減算するコマンドはありません。それはそうです。パワークエリーエディターでは列を対象に計算するのが基本なんですから、 では、どうする簡単なことです。パワークエリーエディターお得意の変換機能で、計算できる形に変換すればいいんです。ということで、今回は、上下の行を計算する方法をご紹介しましょう。今回のデータソースは、こんな感じの、毎日朝8時の積算電力系の読みのデータです。 Excel なら、計算式で簡単に計算できます。しかし、このチャンネルでご紹介している、Excel の正しい使い方は、インプットとアウトプットを分離することが基本です。ですから、データソースの形のテーブルを取得して、パワークエリ e エディターで計算したいのです。そして、さらに、このデータを、 他のデータと組み合わせたいのです。パワークエリーエディターには行の計算コマンドはありません。ではどうやって計算するのかパワークエリーエディターには列から列を減算するコマンドはあるのです。そしてパワークエリーエディターはデータを変換するのは得意中の得意なんです。つまり一行下のデータを横に並べれば 減算コマンドで計算できるのです。問題は、どうやって横に並べるかですよね。それでは、その方法をご紹介しましょう。まずは、コマンド操作だけで、行の減算を行う方法をご紹介しましょう。データソースの CD0003 ブックを、概要欄のリンク先に用意しています。ダウンロードして、 デスクトップに保存してご利用ください。先ほどご紹介した。一行下のデータを横に並べれば、減算コマンドで計算できる。を、実際にどうやるかというと。同じ、二つのクエリを作って、その二つのクエリを一行ずらしてマージする。ということです。マージについてわからない方は、 データの取得と変換の動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。ここで問題になるのは、マージするためには、紐付ける行を特定するキー列が必要だということです。画面の2つのデータには、行を紐付けるキー列がないんです。さあ、どうしますかそうです。なければ、 作ればいいんです。1行ずらすという条件に一致する列を種明かしは実際の手順の中でご紹介しますここではこれから行う手順が何をしようとしているのかを理解してくださいそれでは実際にクエリを作っていきましょう新規ブックを開いてくださいねデータタブを選択してデータの取得 ファイルから、Excel ブックからをクリックしてください。データの取り込みダイアログが表示されますので、デスクトップに保存した CD0003 ブックを選択して、インポートボタンをクリックします。ナビゲーターダイアログが表示されるので、アイコン上部に青い帯の入ったテーブルアイコンが表示された。 t b l データを選択すると、右側にプレビューが表示されます。データの変換ボタンをクリックして、パワークエリーエディターを起動してください。データソースが取得され、列の型が自動で設定されました。ここに、マージのキーになる列を追加するわけです。列を追加するのですから、列の追加タブをクリックしてください。 全般グループにインデックス列コマンドがありますね。コマンドの右側に小さな下向き三角のボタンがありますので、その下向き三角をクリックしてください。表示されるメニューから1からをクリックしてください。1から始まる連番が振られたインデックス列が追加されました。マージを実行するためにはクエリが2つ必要です。 作成したクエリを複製して、クエリを2つにしましょう。クエリペインに表示されている、TBL データクエリの上で右クリックしてください。表示されるメニューから、複製をクリックします。TBL データ2のクエリが複製されます。今回は、クエリの名前を変更していませんが、実際に皆さんが作るときには、 クエリの名前を変更してくださいね。このまま、二つのクエリを、インデックス列をキーにして、マージしても、同じ行が並んでしまいますよね。ですから、現在選択されているクエリのインデックスを修正したいと思います。クエリの設定ペインの適用したステップの最後の行の、追加されたインデックスをダブルクリックするか、右横のギアボタンをクリックしてください。 インデックス列の追加ダイアログが表示されるので、1に設定されている開始インデックスを0に変更してください。増分は1で良いので変更せずに、OK ボタンをクリックします。インデックス列が0から始まる連番になりました。これで2つのクエリが完成したので、 マージをしたいと思います。ホームタブをクリックしてください。結合グループにある、クエリのマージをクリックしてください。この時、下向き三角をクリックしないでくださいね。マージダイアログが表示されるので、中央の選択ボックスをクリックして、TBL データを選択してください。今回、 二つのテーブルを紐付けるキー列は、両方のテーブルともにインデックス列ですので、両方のテーブルのインデックス列をクリックします。ダイアログの下側に、現在の一致数が表示されています。OK ボタンをクリックして、マージを実行すると、TBL データのクエリがテーブル列として追加されます。 クエリをマージすると、マージしたクエリはテーブル列として追加されますので、テーブルの中の列を利用する場合は、展開する必要があるので、展開ボタンをクリックしてください。表示されるウィンドウの下部の、元の列名をプレフィクスとして使用します。のチェックボックスを外してください。このチェックボックスは、 列見出しが長くなるので、基本外してください。今回必要な列は、積算電力計読みの列だけなので、すべての列の選択のチェックを外して、積算電力計読みにチェックを入れてください。設定が完了したので、OK ボタンをクリックして、積算電力計読みの見出しは、 元のクエリにもあるので、展開した列の見出しは、積算電力計読み1に変更されています。見出しが気に入らない方は、数式バーの赤枠内のダブルクオーテーションで囲まれたテキストを修正してエンターキーで確定してください。今回は、そのままの見出しで説明します。 マージを実行したことで、日付列が並び変わっています。これについては最後にお話しします。ここでは電力使用量を求めたいので、積算電力計読みの列を選択して、コントロールキーを押しながら、積算電力計読み1の列をクリックします。今回は、 選択した2つの列を引き算する。新しい列を作りたいので、列の追加タブをクリックしてください。引き算をしたいので、数値からグループにある、標準をクリックします。表示されるメニューから、減算をクリックします。減算列が追加されました。列の見出しが気に入らない方は、 数式バーの赤枠内のダブルクオーテーションで囲まれたテキストを変更してください。先ほどご紹介しましたが、日付列が並び変わっています。このクエリを他のクエリと組み合わせたり、ピボットテーブルのデータソースとして利用するのであれば、日付列をそうとする必要はありません。Excel にテーブルとしてインポートする場合に、 日付順で並べたい場合のみ、日付列をソートしてください。日付列を選択して、ホームタブの並び替えグループのアイコンでソートできます。また、今回は、インデックス列等の不要な列の削除は行っていません。皆さんが作るときは、不要列は早めに削除してくださいね。M ファンクションを使った 業の減算。タヌキ親父は、この機能を継続し、繰り返され、引き継がれる業務で、利用することをお勧めしません。このような業務では、メンテナンスの継続性を優先して、はじめに紹介したコマンド操作で実現可能なことは、コマンド操作で実行すべきと考えます。ただ、いろいろな方法を知ることは、良いことです。 知った上で、業務には、より簡単な方法を採用しましょう。データソースを取り込む手順は省略して、インデックス列を作る手順から始めましょう。列の追加タブの全般グループにある、インデックス列をクリックします。この時、下向き三角をクリックしないでくださいね。0から始まるインデックス列が追加されます。 次にカスタム列コマンドをクリックします。カスタム列ダイアログが表示されます。このダイアログの使い方を勉強したい方はパワークエリーの式についての詳細のリンク先をご覧ください。このコマンドはカスタム列の式に M ファンクションを使って式を記述することで色々いろいろなことができるコマンドです。 色々なことができて便利ではあるのですが、それなりの勉強が必要なので、業務で対応することはお勧めできませんが、個人のクエリの理解には役立ちます。今回は、ここに、一つ前のステップの名前を記述してみましょう。青枠のステップの名前を、カスタム列の式に入力しました。この状態で、公文エラーが出ていないので、 どのような列が追加されるのか、OK キーを押してみますね。皆さんは操作しないでくださいね。カスタム列の式に直前のステップの名前を入力すると、直前のステップの結果がテーブル列として追加されます。展開ボタンを押すと直前のステップで追加された。 インデックス列を含むテーブルであることが確認できます。カスタム列の式に直前のステップの名前を入力すると直前のステップの結果がテーブル列として追加されました。このテーブル内の一つのセルを指定するにはテーブルの後に波括弧で囲んだ行インデックス番号 その後ろに角括弧で囲んだ列見出しを指定すると取り出すことができます。行インデックス番号はエクセルの行番号のようなものですが、1行目が0で始まるのが特徴です。今回は日付列の1行目を取り出すために赤枠のように記述しました。これも私だけどうなるか確認してみますね。 日付列の1行目の2023年1月1日が並ぶカスタム列が追加されました。行インデックスに数字ではなくインデックス列のリストを指定するとどうなるでしょうかインデックス列の数字の行インデックスの日付列のデータが表示されたカスタム列が追加されました。ということは インデックス列からマイナス1すれば行がずれるんじゃないやっぱり1行ずれますね。今回は積算電力計読みの列をずらしたいので、こんな感じに式を変更して、OK をクリックすると、1行ずれた積算電力計読みのデータ列が追加できました。1行目のエラーですが、 変換タブの任意の列グループにある、値の置換の横の下向き三角をクリックして表示される、エラーの置換で置き換えればよいのですが、せっかく M ファンクションを紹介しているので、トライ式とオプションのアザーワイズ i を使用して、なるに変換してみましょう。こんな感じに式を変更すると、エラー表示をなるに変更できます。 できますが、業務では、コマンド操作をお勧めします。いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価をよろしくお願いします。また、動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、始めよう。